3、2、1、0。3月15日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。3月の15日、今日は万国博デーだそうです。万国博、通称万博。万博って何だっけ？暴れ回ったり、いたずらしたりする子供のこと？それは万博。わかった。さだまさしさんの歌にありましたよね。それは関白宣言。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。最近、食用志のご注文が大変多いです。別注品のしの相談も受けたまわります。法事ギフトのご注文、ご相談はお任せください。今日はとても美味しいご飯。なぜなら、青海山椒の佃煮が一緒についてくる。本当に、いくらでもご飯食べれます。しびれるうまさ、最高です。一度お試しあれ。店長まっちゃん、しんどいとき、なぜかすごくニコニコ笑ってる。不思議だ。